秋葉原通り魔事件とは2008年6月8日に東京都千代田区外神田で発生した通り魔殺傷事件。7人が死亡、10人が重軽傷を負った。警察や裁判所、報道、さらに犯人自身からは主に秋葉原無差別殺傷事件と呼ばれている。犯行現場となった中央通り犯行に使われた トラック加藤が警察官に取り押さえられた、現場2008年6月8日12時30分過ぎ、東京都千代田区外神田四丁目の神田明神通りと中央通りが交わる交差点で、元自動車工場派遣社員の加藤。里次第の運転する2トントラックが、西側の神田明神下交差点方面から東に向かい、中央通りとの交差点に設置されていた赤信号を、 無視して突入、青信号を横断中の歩行者5人を跳ねた。このトラックは、交差点を過ぎて、対向車線で信号待ちをしていたタクシーと接触して、停車。周囲にいた人々は最初は、交通事故だと思ったが、トラックを運転していた加藤はそのまま車を降り、道路に倒れ込む被害者の救護に駆けつけた、通行人。 警察官ら17人を所持していたダガーで立て続けに殺傷した。さらに加藤は規制を上げながら周囲の通行人を次々に刺して逃走。事件発生後まもなくして近くの警視庁万世協警察署秋葉原交番から駆けつけた警察官が加藤を追跡し距離を詰めたところ防護服を切りつけられるなど命の危険にさらされたものの警棒で 加藤の側頭部を殴りつけるなどして応戦。最後は、拳銃の銃口を加藤に対して向け、武器を捨てるよう警告し、応じなければ、拳銃を発砲することを通告した。それに応じながを捨てた加藤を非番でたまたま会わせた。倉前警察署の警察官とともに取り押さえ、佐藤無線本店脇の路地で、現行犯逮捕した。事件当日は日曜日で、 中央通りは歩行者天国の区域となっており、買い物客や観光客でごった返している中での犯行だったため、事件直後に多くの人々が逃げ惑い、また負傷者が横たわる周囲が血の海になるなど、事件現場はさながら戦場の様相を呈しており、まさに白昼の惨劇であった。後に、加藤は五本ナイフを所持していたことが分かった。警視庁、捜査一課。 万世教書は6月10日、加藤を東京地方検察庁に送検。同知県は7月7日、加藤の精神鑑定のため、東京地方裁判所に鑑定留置を請求し、認められた。留置期限の10月6日までに、刑事責任能力があるという結論が出されている。これらの犯行に対する救命活動は、おおむね迅速に遂行された。 犯行現場にいた一般の通行人は、加藤がまだ拘束されていない段階から積極的に被害者たちに対する一時救命処置を開始し、また、携帯電話などを活用しての迅速な通報がなされた。東京消防庁は12時36分に最初の119番通報を受信、通常の交通事故による、 救急事案として救急隊一隊と救急隊支援のための消防隊一隊を出動させたがさらに通報が相次いだことから式隊一隊と救急隊四隊を応援隊として出動させた12時43分には最初の救急隊が現場に到着した現場到着部隊は通常の体制で対処できる状況ではないと判断し現場到着と ほぼ同時に災害派遣医療チームの出場を要請。東京消防庁は東京 d マットに対して出動要請を行った。12時47分には消防の現場指揮本部から応援要請を受け、多数の傷病者に対応するための救急特別第一出場を発令、救急隊10体や東京 d マットの支援のための消防隊などを追加出動させた。 12時49分には先に出動を指令された救急隊5隊が現場での活動を開始している。東京消防庁が DMAT チームに出動を要請してから12分後の12時55分、現場から最も近かった日本以下大学附属病院高度救命救急センターの DMAT チームが現場に到着した。日本医大 DMAT チーム指揮官は 犯行規模の大きさから DMAT チームをさらに2チーム追加投入するよう要請し13時8分に東京医科大学病院の DMAT チームが到着これにより殺人事件としては初の DMAT チーム複数投入が実施されることとなった最終的には日本医大東京医大に加え白髭橋病院と都立広尾病院の4チームが現場に展開している 13時過ぎには DMAT チームの現地指揮所が設置され、最初に現場に展開した日本医大チームが全体の指揮を取ることで指揮系統が確立された。これらの DMAT チームが主導することで救急活動は概ね円滑に遂行されたと評価されている。一方で DMAT チームの出動に頼ったために初動のトリアージに遅れが出た可能性も指摘されている。 17名がトラックで跳ねられる、ナイフで刺されるなどの被害を受け、うち7名が死亡した。通り魔事件としては、過去30年で最悪の事件と見られている。被害者数は、平成時代に起きた無差別殺傷事件としては、7年前の同じ日に発生した付属池田小事件に次ぐ惨劇になった。加藤によると、殺人を目的として事件を起こしたのではなく、 ネットの掲示板嵐に対する抗議の表明手段だったという。事件直前には中止を考えたもののすでに掲示板で犯行予告を行っていたため、懲役刑よりは死刑になった方がましだと考えて決行したという。トラックで人を跳ね飛ばすのは2005年4月に発生した仙台アーケード街トラック暴走事件をナイフで人を襲うのは2008年3月に、 発生した土浦連続殺傷事件を参考にし、犯行二日前に、福井県福井市のミリタリー輸入雑貨店で、ナイフ類六本を購入し、犯行前日に、静岡県沼津市のレンタカー店で二トントラックを、予約して犯行に及んだ。加藤は、事件現場で、現行犯逮捕されて、以降、拘置所において弁護士以外との面会を拒否し、手紙の受け取りも拒否し、 マスコミの取材も拒否している。その一方で2012年から事件に関連した著書を発表している。精神科医の方田たまみは、加藤の弟による手記を分析し、加藤は幼少期に他の子供との交流を制限されていたことで、母親から投影された自己愛が思春期まで抜けられず、現実の自分との間に大きな隔たりが、 生まれたのだろうと指摘している一方で、加藤は、片田のこの著書を、様々な間違いの集大成と言えるものとし、自分は現実に適応してきた、現実主義者だったと反論している。加藤は携帯電話向けの電子掲示板を、複数利用していた。2008年2月に、不細工なせいで孤独な男という人物を演じたところ、他利用者からの反応が良かったので、以後、 臭い薬の主として、自虐的な書き込みを続けていく。一方で、加藤になりすました嵐も掲示板に現れるようになる。やがて実生活で、仕事や友人を失ったことから社会との接点が、掲示板のみになり、孤立を恐れて掲示板にしがみつくようになった加藤は、嵐への、心理的に攻撃する手段として、 報道されて相手に伝わるような大事件を起こすことを決意する。加藤は事件当日の5時21分に究極交流掲示板に新しいスレッドを立て沼津から秋葉原まで移動して事件を起こすまでに約30回のメッセージを書き込んでいた。11時45分頃秋葉原に到着した加藤はスレッドのタイトルを秋葉原で人を殺します末内容を 車で突っ込んで、車が使えなくなったら、ナイフを使いますみんな、さようならと書き換えて、犯行予告を行い、12時10分に、時間ですの書き込みを残して12時30分に事件を起こした。加藤が、派遣労働社員であったことから、若者の雇用環境が厳しくなっていることで将来に、希望を失い、事件の動機になったとする見方も出た。また、 この事件をもって若者の雇用環境悪化を問題視する意見が報道機関から多数出て読者からの投稿でもそれに追随する意見が出された。だが刑事裁判において加藤は本件犯行の動機も原因も雇用形態が派遣であることとは無関係であると供述し弁護人も検察官も裁判官もその供述が事実であると認定した。加藤は 最初の就職から事件を起こす直前に勤めていた就職先まで全ての就職の雇用形態が登録型派遣労働社員だったわけではなく青森県の運送会社では正社員として宮城県の警備会社で準社員として直接雇用されている加藤は短期間で転職を繰り返した理由は上記のように職場や人間関係に対して不満があると 雇用主や同じ職場で働いている人と話し合いをせずに不満への抗議の表明手段として無断欠勤してそのまま職場放棄して退職するという極端な考え方とその現象としての言動が原因であると裁判で供述している。また加藤による辞書、会においても否定している。加藤は一貫して否定しており、加えて取り調べ段階において 供述の文言を書き換えて勝手に動機とした捜査機関による捏造行為があったことを述べている。加藤が掲示板に負け組は生まれながらにして負け組なのですまずそれに気づきましょう、そして受け入れましょうなどと書き込んでいたこともあり、事件後加藤を負け組の英雄とし、神、教祖、救世主とまでみなす共感現象が起きた。これに対し加藤は本気で 自分を負け組だと考える人のことは全く理解できません。また、自分の努力不足を棚に上げて、勝ち組を逆恨みする、その腐った根性は不快ですと切って捨てている。社会学者の宮台真司は、社会の側の包説が足りないのが原因として、絆のある人間関係の中で生きられることが必要などと主張したが、加藤は地元の青森や仙台を中心に、 趣味の合う、仲の良い友人が、幾人もおり、どの職場でも、友人付き合いをし、心を開いて話をする店主がいる、行きつけの酒場などもあった。また、掲示板を返しても自らオフ会を提案し、全国を旅行して相手先に宿泊し心を通わせるなど、積極的人間関係の構築により、友人が、多数いた。事件当日も、作業着事件で辞めた。 元職場の友人へ遊ぼうと呼びかけている。また、若者が希望を持てる社会、などと言われたりしているようですが、意味不明です。なぜそうやって、社会のせいにするのか、全く理解できません。あくまでも、私の状況です。社会の環境ではありません。勝手に置き換えないでくださいと述べている。北海道大学准教授の中島武氏は、コミュニケーションが下手で、 友達がいない若者はたくさんいる。加藤はうまくやっている方で、もしかしたら、私が教えている学生の方が、友達がいないかもしれない。なのに、加藤は孤独だった。問題は、友達がいないことではなくて、友達がいるにもかかわらず孤独だったことと主張している。加藤は親への恨みから大学に進まなかったことを、不利益であったため後で考えれば損だったとは、述べているものの、 事件とは、無関係ですと、きっぱり否定し、むしろそのような動機を盛る、者たちの学歴に対する劣等感を指摘している。加藤は繰り返し捜査機関側が、都合のいい教術調書を作ろうと、様々な動機をでっち上げ、それを前提とした教術をさせようとしたことを挙げ、そのような、盛られた動機を調べもせずに垂れ流す、広報と化した青手報道媒体を、 捜査機関とともに批判している。また、専門家の話もほとんど嘘と師断し、そこから出てくる対策に効果などないと結論付けている。加藤は、精神的に不安定になり、仙台の警備会社では、事務所に火をつけるかトラックで突っ込むかして襲撃する計画、地元の青森で車で対向車線側のトラックに突っ込んで自殺するという、 計画を立てたりしていたと語っている。2006年8月末と2007年には自殺計画を練り、友人や家族に自殺予告のメールをした後で実行に着手しようとしたが、最終的には実行しなかった。通り魔事件は、事件当時秋葉原で実施されていた歩行者天国にも影響を与えた。事件発生を受けて、千代田区と万世郷警察署、 地元町会で歩行者天国のあり方を検討することとなり、毎週日曜日及び、祝日の12時から17時まで中央通りで実施していた歩行者天国の当面の中止を東京都公安委員会が決定した。その後、自治体や地元町会、商店街の検討会により、住民によるパトロールの実施、 監視カメラの設置、安全に関する協定の制定など防犯体制の案がまとまり、2010年の夏休みをめどに再開することを予定していた。しかし警察庁から、地元からも警備要員を出すように要望があり、その体制がまとまらなかったことから、歩行者天国の再開時期が報じられては延期という状態がしばらく続いていた。最終的には、 路上パフォーマンスを警戒する警備要員を一定数常時巡回させる計画でまとまり、地元住民の同意もほぼ得られたとして、2011年1月からの歩行者天国再開を2010年12月中に東京都公安委員会に諮ることとなった。歩行者天国の再開その結果、毎週日曜日のみ、実施時間を13時から17時までとし、 実施区間も従来より200メートル短縮した上で2011年1月23日より歩行者天国が再開されている。また歩行者天国実施中は事件再発防止の観点から事件が発生した交差点は緊急車両を除くすべての車両の侵入が禁止となった。再開は 試験的なもので、期間は2011年6月26日までを予定していたが、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による余震や計画停電が懸念されたため一時中止された。その後、計画停電の影響が薄れたことや地元商店から再開の要望が多かったため4月17日より歩行者天国が再開された。 警察のパトロール強化、福田康夫内閣総理大臣は、泉晋也国家公安委員会委員長に対し、事件の再発防止策の検討を指示した。事件後、秋葉原周辺には模倣犯防止のため、警視庁、万世協警察署の制服警察官や、私服警察官、刑事、警視庁公安部の職員が多数配置されており、パトカーによる、巡回、不審者に対しては、 職務質問を随時実施している。犯罪予告への対応強化事件後、複数の電子掲示板では殺人などの犯罪予告が相次ぎ、7月7日までに33人を検挙した。事件前は月にに3件だったが、事件後1ヶ月で100件以上になっている。このほとんどが10代と20代だが、小学生や中学生が行ったものもある。 供述内容などからそのほとんどがいたずらとされているが、実行の意思とは関係なく、このような行為は脅迫罪や威力業務妨害に該当する。また、通り魔事件や犯人に対して言及したものも一定数見受けられる。警察庁は6月24日に全国の警察本部に電子掲示板への犯罪予告の書き込みを厳正に取り締まり、 検挙令を積極的に広報することなどの通達を出した。事件発生から4日後の6月12日、矢野悟により犯罪予告情報共有ウェブサイト、予告。員が作成された。重刀法の改正この事件の影響を受け、町村信孝内閣官房長官は、刃物の所持規制強化を検討すると述べた。 その後、2009年1月5日に、重宝刀券類所持等取締法が改正された。内容は、刃渡り5.5センチメートルの券が原則所持禁止が、主となっている。これにより、下記の空むきナイフの一部などの違法に当たると、発表され、各業界で混乱を招いている。カウンセラーの派遣地予約は、要望があれば、区内の全小中学校に、 子供たちの精神ケアを行うカウンセラーを派遣することを決めた。監視カメラの設置秋葉原に設置された監視カメラ2010年1月、千代田区外神田三丁目の一部地域で防犯目的での監視カメラが公園や電柱上に16台設置、運用開始された。運用管理は末広町会が行っている。同年4月には、 外神田一丁目などに監視カメラ34台が、電柱などに設置された。これにより一部地区を除き、秋葉原全域にて監視カメラが設置、運用されている。レンタカー事業者の対応窃盗事件や殺人、拉致監禁事件、通り魔事件やそれらの下見など、犯罪の手段として使用されやすいレンタカーの、貸し出し要件の厳格化を行う動きが見られた。 車両が事件に使われたレンタカー会社は後日、追悼の意を表明する旨を公式サイトのトップページに掲載した。なお、トラックに跳ねられて死傷した5名については、自動車損害賠償責任保険が適用され、自賠責による賠償範囲を超過した部分については、運転者が故意に発生させた事故であるものの、運行共用者責任を負う立場である。 レンタカー会社の故意ではないため、任意保険部分についても、保証の対象とされた。日曜日の昼食時間帯に、一般市民を巻き込んで発生した、重大事件であったため、主要、マスメディアが大きく報道した。また、国外のメディアも速報で伝えた。事件の最初の速報では、死者は二人だったが、速報が入るにつれて、死者の数が増えていった。 加藤が非正規労働者であったこと、また掲示板での孤独な人物像から、インターネット上の一部で、加藤を英雄視する見方が発生した。この見方においては、加藤に対して、犯人は神、格差社会の英雄、勝ち組に対して、事件を起こすことで一矢報いた。犯人は、我々のスケープゴートとなった聖人などと語られた。しかし、後半で、 加藤本人の供述が進み、考えられていたものとは異なる動機や人物像が明らかになるにつれ、そうした好意的、同情的な見方も薄れていった。喧嘩台の様子事件を受け、事件現場の交差点そばの旧祖父マップ、秋葉原本館側の歩道に、仮設テンと付きの喧嘩台が設営された。この事件の犯人は、1997年の、 神戸連続児童殺傷事件の犯人や2000年の西鉄バスジャック事件をはじめとする一連の少年犯罪で切れる17歳と呼ばれた世代と同じ年齢だったことから理由なき犯罪世代として世代論について語られた。また、西鉄バスジャック事件とはインターネットでの犯行予告という共通点もある。ただし、この世代の犯罪率が 特段高いというデータは未だ存在せず、世代と事件の関連性は不明である。3ヶ月にわたる、精神鑑定の結果、完全な責任能力ありとの鑑定結果が出されたことから、東京地方検察庁は10月6日から被害者や遺族への通知を開始し、10月10日に、加藤を殺人、殺人未遂、公務執行妨害、 重等法違反での起訴に踏み切った。10月31日には、公判前、整理手続きに入ることが決定され、翌2009年6月22日には、第1回公判前、整理手続きが行われ、弁護側は起訴事実を大筋で認めた。2010年1月28日、東京地方裁判所にて、刑事裁判による、第一審の初公判が開かれた。 同日、加藤は、事件発生後、初めて公の場に姿を現し、罪状認否において、起訴事実を認めた。弁護人からは、責任能力に疑問がある旨の冒頭陳述があった。なお、この裁判は裁判員裁判制度施行前に、起訴された事件で、裁判員裁判の対象外である。東京地方裁判所の裁判官のみで審理し、判決が出た。 2011年1月25日、第28回公判の論告休憩で、検察は加藤に対して、犯罪史上稀に見る、凶悪事件で、人間性の欠片もない悪魔の諸行を、多数の模倣犯を見約影響は計り知れない。命をもって、罪を償わせることが正義だと述べ、死刑を休憩した。同年2月9日、第29回公判が開かれ、弁護側は、 最終弁論で死刑を科すべきではない。人を殺すこと自体が目的ではなかったとして死刑回避を求めた。最終意見陳述で加藤被告人は今は事件を起こすべきではなかったと後悔し反省しています。遺族と被害者の方には申し訳なく思っていますと意見陳述し決心した。同年3月24日判決公判が開かれ、 村山裁判長は、加藤被告人に休刑通り死刑判決を言い渡した。判決理由では、完全責任能力、比較的軽傷だった被害者への殺意、征服警察官に対する公務執行妨害罪について、検察の主張通りに認定した。直接的な動機としては刑事番嵐に対する抗議の表明、根本的な原因としては不満に対して、 多様な観点から熟慮せず、話し合いで解決しようとせず、自分の意思を相手に分からせるために、直接的行動で、相手の望まないことをしたり、相手との関係を遮断したり、暴力を行使する考え方、間接的な原因として、母の養育方法が前期のような加藤の人格形成に影響を与えたと認定された。2012年6月、被告人。 加藤の控訴により東京高等裁判所で控訴審第一回公判が開かれ死刑回避を主張した。2012年9月12日に判決公判が開かれ東京高裁は被告人加藤は犯行当時完全責任能力を有していたとして第一審の死刑判決を指示し被告人加藤の控訴を棄却する判決を言い渡した。 加藤は控訴審に一度も出廷しないまま決審することとなった。弁護人は同年9月25日付で加藤被告人には精神障害の疑いがあり死刑判決は不当であると主張して最高裁判所へ上告した。2014年12月18日最高裁判所第一小法廷で上告審口頭弁論公判が開かれた。弁護側は 被告は、事件当時、心身喪失もしくは、心身交弱だった疑いがある。死刑判決は破棄されるべきだと主張。検察側は上告棄却を求めて決心。2015年2月2日に上告審判決公判が開かれ、最高裁第一小法廷は、動機に、酌量の余地は見出せず、死刑を認めざるを得ないとして、一致。 二審の死刑判決を指示して加藤被告人、弁護人側の上告を棄却する判決を言い渡した。加藤は、判決を不服として最高裁、第一小法廷判決の訂正を申し立てたが、同月17日付で、同小法廷の決定により棄却されたため、同日付で死刑が、確定判決となった。ありがとうございます。